筋トレでこっち痛めました。うわ、ダメだダメだ。あなちゃん、なんやラーメン、2人でご飯行ってきました。今日行ったよ、ストーリー載せてたね。涙の出ない悲しみに浸ってます。仕方ないよ。こうしたいさん、はい、ありがとうございます。そう、髪型途中で変えた。これのツインテールバージョンになってた。こうしたいさん、タオルもありがとうございます。アイナちゃん、クマありがとう。快速特急さん、ココナッツありがとうございます。まさみやさん、タオルありがとうございます。クマありがとう。左向けんって言ってたけど、まあ、ラッキーじゃん。全部左側向かなくてよかったよ。視聴さん、タオルありがとうございます。私も高いヘアビューロン欲しい。買って、誰か10万円のやつ買って。ルイユンさん、ラブビームありがとうございます、ね、危ない危ない。買って、誰かに何でこう、あ、落としちゃったとか言って、気管支炎で咳が止まらず食べれず痩せました。食べれないことはないんだよな。ガッサンココナッツありがとうございます。ここにクリアマリナって名前、え、なんかクリアマリナって名前書いてヘアビューロンの箱、なんかヘアビューロンとか落ちてなかったですかね。クリアマリナさん専用、300円を払わなきゃいけないよね多分。私もでも欲しいなと思ってヘアビューロン、みんながなんかそんなサラサラになるっていうのは欲しいなみたいな。私割と何もしなくてもサラサラではあるんだけど。グッチーさん、タオルありがとうございます。フラスタにくっつけたとか手荒な。じゃあクリアマリナさん専用で出しといて、メルカリ匿名配送もできるよ。フランさん、かわいい、ありがとうございます。私もクリアマリナで検索してみるから。元はね大丈夫なんだけど、シンプルに咳が出るって感じ。薬もちゃんと飲んでるから。クリヌシをリナちゃんにして送るのか。さあどうでしょう。欲しいの、私もマジで買いたくて。の髪型、三つ編みカチューシャ。前にフラスタに時計つけたけど軍員注射ダメだったの。時計はダメだったんだね。買いたくて振る。でも10万円だよ。メアビームと2人、そう、2人で行ってきました。どこに行ったかというと、まさかのくら寿司です昨日
せっかくなご飯行こうよって言っていいよ何食べたいってお寿司って言うから夜遅くまで空いてる寿司ってあるかなって言ったらくら寿司って言われてくら寿司でいいのくらもう別にいいけどくら寿司でいいのってビックラポンが好きらしいよでもビックラポン2回ぐらいできたけどダメでした。だからくら寿司で食べてました2人で。もうすまいな言わんごちそうした。いやしようと思ったんですけどなんかいい感じにちょっと見えびが多く出しました。すいませんねという見て昨日より口の中喉赤くなくない？ほら昨日もっと赤かったでしょ口の中でも全然ネタなかったわ。ちょっと年上、1個年上ですね、ピンクって感じじゃない昨日より BB さん可愛い、ありがとうございます。やっぱ抗生物質が効いてるのかもしれない。そう、私これ悩みなんですけど朝昼晩飲む、え、これ言ったっけ、朝昼晩飲まなきゃいけないじゃん薬って基本的に。なんですけど私朝起きてないから朝が飲めないのよなんちゃんが渋いちゃいました今日楽屋でココに間違えられた。後ろ、私の後ろ姿見てココがトントンしてね、渋いちゃんって言って私がパッて振り返ったらあ、違ったって言って、でも間違えるっぽいです。そういう時は昼と夜でいい。あ、大丈夫なんだから。もうリナなんか朝昼夜とかじゃなくて、そう昼夜夜中とかで飲んでるのよそういう時は本サートとかエレタンと間違えてた。本当？それならいい、オッケー。8時間か。そんな飽きてなかったかも間。薬剤師の誰かが言ってた。ありがとうございます。今日はね公演前に配信しようと思ったんだけど時間があんまなかったのと、あとちょっとどうしても眠くなっちゃって、ちょっとあーなんか寝たかない、多分これ寝ないとちょっとぶっ倒れちゃうなと思って寝ました。なんとなく思っておりました。ありがとうございます。すいませんね、送る量がもしかしたら少ないかもしれない。抗生物質、でも抗生物質はお昼じゃない、あの公演前のご飯食べた時に飲んだ。くるりこさん100回目のありがとうございます。しかもさ、抗生物質は2個飲まなきゃいけないの。1回に間違って1個しか飲んでなくて、今日やばと思って2個飲んだ急いで、そのちょっとした時間経ったけど綺麗になりましたね。ありがとうございます。今日だからここで前半ちょっとなんか、あーちょっときついかもって思ったけど、後半ね大丈夫になりました。足が上がんない、全然。今だから超元気なんですけど、ただ眠いぐらい。今日ここ天日りなちゃんみたいな涙出てきて大丈夫、情緒不安定。いつでもここで待っとる件ですよ私は。血圧の薬って飲まないとダメだよ。
お腹いっぱいだから、そう、お腹いっぱいだからです、眠いのは。バイク野郎さん、ココナッツありがとうございます。お寿司何が好きですか？いくら、ネギトロ。明日テストがある、あら眠くないか、仕事の前に薬飲む。あ、そうだね、確かに。私もでもだから、今飲んでる薬はまだいいんだけど、そのベンザブロックとかちょっと前まで飲んでたんだけど、あれめっちゃ眠くなるからダメ、すっごい眠くなる。社会人だけどね、ここ最近いろいろ続きすぎて情緒不安定。大丈夫そう？仲間じゃない？私も大丈夫だよ、常に情緒不安定だよ。サーモンとかいうしょうもないことで用語じゃなくてよかった。ちなみに岩井はサーモンしょうもないやつおった。ジャズピキカフェ行ったけど行列やばいと思う。私たちだって開店と同時に入ったのよ。そうだからよかったけど、その後めっちゃ来たもん人すぐ。てんてこちゃんタオルありがとうございます。大商店行ってきた、いいね。さあ私は衣装店に行けるのか行けないのか、どっちなんだい。誰かに心の穴埋めてほしいです。あらあら、今日お見送りで花さん推しの花さん推しのオタク同士が結婚したみたいなのお見送りのこうカンペに書いて通ってる2人組がいて、多分その2人が多分結婚してたんですけど、おーすごいと思って、次の人たちに、次の子、その人たちの後にみんなも頑張れって言った。フラッシュネイルの、フラッシュネイルってなんだろう。なきそんなこと言うってこと、わかる、それめっちゃわかる、うるさいよって思うよね。そんなこと言うってこと言ってくる人いっぱいいるよね。私も無理そういうの。いや、ピケがひなちゃんなくすと思ってリベンジを必ず、お、いいね、行ってこい。とりあえずして裏メニュー、何裏メニューって連番しなくても、みんなにみんなも頑張れってみんなに無視された。ガーン、趣味の合うカップルほど羨ましいもん。まあ確かにそっか、フラッシュネイル撮影の時フラッシュ出たらめっちゃいいか。やばいじゃん、生配信とかやばいじゃん、イエーイピカッてなっちゃう。お姉ちゃんと結婚するの、あれ、まあできたらね、えへへ、えいなちゃんアイドルだから、できたらね、えへへ、うわ、わーすごっ、ふぅクマロック、ふぅすげえかわいい、なかさんクマロックありがとう。すごいの来た、彼女に隠れて戦うのが楽しい。そんなよくわからん兵器あんの、昇進タワー大丈夫そう、生きて。でもなんか私のファンの人が、私のファンの人がその私じゃないメンバーの卒業発表で悲しんでるとこ見ると、あ、これ私が発表したらこの人たち知るんじゃないかなって思いながら見てます。ロックステージクマ。モーマンタイってどういう意味、ソモニーさん100回目のおめでとうございます。俺は死ぬよ、まあ、って言いながらなんだかんだみんな生きてんだよ、大丈夫大丈夫、無問題、もう満体、大丈夫、あ、そういうことね。
わ、何人ぶっ倒れるかな劇場で。はあはあってね、嘘だろ、はあって。私がさ、ちょっとでもさ、なんかあの、すみません、私から一つ皆様にご報告がありますって言った瞬間、何人かえーって叫びそう。マックスさん、100回目の方もありがとうございます。ちゃんと生きてね。やだって泣かないで、みんなでやだ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 。子供みたいな。うとうさん、100回目の方もありがとうございます。ショールームアンインストールする。なんでだよ、見ろよショールーム。あの、すいません、別なこと分かれるよ、それはそれで。でも私やめたいなと思うな。みんなとは何かしらで交流したいとは思ってんだよね。まあそれがいつになるか分かんないけど、でも私やめた後もなんか友達とはまた違うじゃないですか、うちらって。私とファンの人って友達とは違うけど、でもシンプルに友達として、友達としてって言うとなんか違うんだけど、うん、なんか何かしらで関わってはいたいんだよね。でも別に芸能活動をめっちゃ続けたいかって言ったらそうでもないの。交流したいです、嫌です。でもチャットって別にさ、お互いがこう話し合えるわけじゃないよ。ナチがスナック開いたら週休で通います。生誕祭でも結構さ、あれじゃない、なんかファンの人ってさ、卒業したオタクがさ、あ、まあ、卒業したメンバーがさ、オタクじゃないよ、オタク卒業せんわ。卒業したさ、こう自分の推しメンがさ SNS やめた後もするの嫌だっていう人結構意外といるじゃないですか。それは高い、絶対言うな。お宅にも卒業する。なんかね、かつて応援してた元アイドルの子が西中洲でバー開いてます。でもいいね。なんか楽しそう。私もバー開きたいな。劇場公演後とかにさ、ファンの人が来れるバー開きたい。 DMM 流したいか、公演入れなかったオタクがそこに来て DMM を一緒に見るっていう。芸能界の声の見てたけど、素人に戻るなら綺麗な記憶で、うん、まあね。劇場行かずにバー行く。でもなんか、でもそれはさ、あれじゃない、飲食店みたいな感じになるわけじゃん。それうちのバー、あ、そうなの。親不孝にあるの。じゃあ親不孝じゃないとこにしようかな。みんなは必要が汚い。いや多分そういう意味じゃないと思うけど、分かるよ、言いたいことは分かる分かる。だってね、別に一般人のね、私の生活なんてね、見たくはない人もいるしね。アイドルだから好きみたいな人もいると思うし。作ったつまみも食べる。あ、つまみ食べれるよ。でもなんかいつか飲食店もいつか開いてみたいなっていうのはちょっと頭の片隅にはあるんですよ、いつかね。さっきなんか卒業後なんかしたいことあるのとか言ってた。卒業発表してないんだけど。そう、でも飲食店やっぱきついと思うんだよね。でもそもそも店主が店主が酒全然飲めないのにバーとか開けるもんなのかな。なっちゃん、卒業してもずぶとく生きてそう。褒めてる。
飲食するとしたら福岡かな。でも福岡って美味しいお店多いからね。店員にムキムキ2人やと、酔っ払って暴れ出したオタクがいたらムキムキに店の外に投げ出してもらうための。でもなんか私が多分今の私が多分もし卒業したいなって思ってたとしても、でも辞められない理由ってみんなと多分それがなくなっちゃうんだよ。みんなと会えなくなるじゃないけど、私意外とファンの人好きだから、あんまねツンツンしてますけど、意外と私ファンの人好きだから、なんかそこであ喉がいきなりそこでさ会えなくなっちゃうの寂しいよね。フランさんハート100個ありがとうございます。いやマジで、でもその卒業後あの一般人に戻るなら SNS はという意見もめっちゃわかるからこそ、じゃあもし SNS やんないってなった時にマジでみんなとの関わりがなくなっちゃうじゃん。それは結構悲しい。意外となんか、いや私って結構さショールームとかツンツンしてるからさ、あんま俺たちのこと好きじゃないのかなって思ってそうじゃんみんな思ってそうじゃん。なんか別にクイナちゃん俺たちのことそんな別に好きじゃないだろみたいな。そんなわけないよ別に。ゲイボーかわいい、ありがとうございます。そうだから、なんかそれは寂しいなって思うめっちゃ。だからみんなのことどうでもよかったらやりますこれでさめっちゃすぐ卒業アップしたらめっちゃおもろくない、あれみたいな。俺らのこと早くない、嫌いになるのって。どうでもよくなった、早い早いみたいな卒業した時の心境。でもそれはそれなりなんじゃない、みんなすっぱりみんなのこと忘れられるんじゃないってなければ1日3回も話、確かに本当にそう。男は引きずるかな。もうクイナちゃん俺らのことどうでもよくなったからやめるんでしょみたいな。 DMM 見ながら騒いで酒飲めるバーがうちだけです。親不孝のなんてとこなんだろう。さすがにちょっとファンの人と遭遇しちゃうからいけないけど、久しぶりにしようか。確かにそうだね、やっほー。大丈夫だよ、みんな心配しなくても多分私が次発表する日なんてめっちゃ分かりやすいと思う。多分私泣くもん、どっかの曲で人生相談とかで泣くと思うそしたらさせてください。あ、こいつもしかして今日卒業発表するんじゃないかなみたいな、もしくはメールでこの日はみんな応援に来てほしいななんて言うかもしれないから。卒業しても輝かしいステージもね、いやなると思う私の場合特になると思う。BB さん結婚してありがとうございます。無理です。でもさ、でも匂わせせずに実はみたいな感じのもいいなっていうか、そっちの方が普通はいいんだろうけど、でもなんか匂わせてくれた方がっていうか、匂わせた方がみんながなんか、どうせならさみんなの前で発表したいじゃん。てかみんながって言ってくれる人が多い中で発表したいじゃん。なんか全然別にああそうですか卒業ですか、あどうぞどうぞみたいな人たちの前で発表したくないじゃん。私絶対スポットライト症候群だと思う。
察させられてる。あ、まあ確かにね。泣いていいよ、泣けなきゃ、逆に泣いてくれだって自分の卒業で泣いてくれるなんてすごい嬉しくない？ゆうちゃん、ヤシの木ありがとうございますシェイターさん的に発表するの、まあ、どうなんですかね。すくみんさん100回目のもありがとうございます。匂わすかどうか、まあ、本当に匂わすとかしちゃダメかもしれないんですけど生誕はやっぱね、みんなきついよね。お祝いする気満々できてさ、最後の最後でさ、ドカーンってぶち込まれてさ、えっていう。ケイボータオルありがとうございます。打ち上げが楽しきな、確かに栗山会がやばいことになっちゃう。みんな、え、今日の公演良かったですね、みたいな。そうですよね、良かったと思いますみたいな。え、楽しかったですよねめっちゃもうそんな暗いお通夜みたいな。うん、半年は、でも半年はなかなかなくないそしたら押してない女の配信でタワー投げる。嫌だよ、それなりに投げてよ。まあ確実に自分のファンの人ばっかりっていうのはあるからねそこは確かに。でもさ、生誕祭と卒業公演を一緒にする人ってたまにいるじゃないですか。あれやっぱファンの人からしても嫌なのかな。もうそこに一気にね、どっちも盛り込むっていう。今回2ヶ月、そうね、モカさん2ヶ月半あるもんね。でもさ、そんな私最近短いよね、卒業までは。結構今までは長かった気がするんですけど、先輩方卒業までが。リンさん100回目のもありがとうございます。スクワッパー分けてほしいんだ。最近ね、最近めっちゃ短いよね。りなちゃん半年ちょうだい。半年、りなで半年待ってくれるかな HKT が。もう早うやめろよとかならんかなならん、大丈夫。お前半年もおるんか、まだとかならん最近卒業発表後に追加お話があるの。あ、そうだよね、あるもんね。まあでも会えなくてね、終わっちゃうのは寂しいもんね。授業パートの曲って、いや、こんなのやりたいなっていうのはある、何個か。同期とは教えてマミーかオンリートゥデイとかいいなって思ってる。ケンちゃんまだ違う、本当してほしくない。どうかな、どうかな、どうかな。まあでもね、頑張りたい気持ちとね、現状ってやっぱ違うから。もちろん私は頑張りたいなとはもちろん思ってますよ。でもね、やっぱり自分の現状だったりとか、こう周りとのこの感じとか、いろいろやっぱそういうのが関わってくるから、活動って。最後の一人になったら最後の一人は一人でオンリーズデーしますおしめ卒業発表の4日後に卒業、わお、よう準備できたね
みゆきさん、バラありがとうございます。そう、まあだからまあね、そりゃ1ミリも頭に浮かばないかって言われてそんなことはないですけど、でもやっぱりまあ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 考えつつって感じですね。選抜入ってから、いやわかるよ、選抜入りたいよ私だって。もちろんさ、卒業する、いつか卒業するのはまあ選抜入りたいですけど。 BB さん、マイクありがとうございます。でもどうなんですかね、選抜入れるかな。やっぱ私も別に自分自身にリミットを自分でかけちゃう人なので。ひろしおっぱさん200回目のおめでとうございます。みんなはだってまだ若いよとか言ってくれるけど、やっぱりどんどん下が入ってくると、やっぱ新しい子ってすごいエネルギッシュだしパワーがいっぱいあるから、だからやっぱり私もね、入りたい、選抜入っ、そろそろ入らないと、もう自分の旬じゃないけど、自分が一番自信を持って選抜として活動できる時期がなくなっちゃうんじゃないかと思って、ただ入っただけですねってなりたくないのよ。しおちゃん、タオルありがとうございます。そうじゃない、やっぱただ長くいたから入りましたにはなりたくないのよ。だからまあ自分自身はできる、入れるように頑張ってはいます。公演常に頑張ったりとかね、イベント選ばれたらイベントが全力で頑張るとか、大分のお仕事とかいただいたら頑張るとか、まあ、私的にはこういつか入れるてか、もう次入りたいなっていう気持ちで、まあ、お仕事は常にやってるので、そうなのでまあ頑張らないといけないなとは常日頃から思ってますよ。そうだから私ももちろん選抜に入ってから出業はしたいです。まあそれもいろいろタイミングとかもあると思いますけどね。やっぱりこう卒業って考えると、いやでも選抜は入りたいなってその心残りはなくっていうのはやっぱ欲しいなと思って。豊さん、ラブビームありがとうございます。まあなのでみんなで頑張っていこうねっていう話、イエイ。みんなで頑張ろう、イエイ。ごはんまんありがとう、ありがとうございます。韓国の地下鉄に広告版、マジ、わ、やってほしいな、それ。喉はね、咳出るけどね、体はくそ元気。あやたん太郎さん、ファイト、ありがとうございます。フランさん、ファイト、ありがとうございます。グッチさん、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずランキングもかね。13位、アルマジロさん、ありがとうございます。12位、ユウさん、ありがとうございます。ゆうちゃんか、ありがとうございます。11位ビビさん、ありがとうございます。10位まさみやさん、ありがとうございます。9位焼きごじ、ありがとうございます。8位、なんだこれ、寝技をかけられたいさん、ありがとうございます。7位しょうさん、ありがとうございます。6位しょんしょんさん、ありがとうございます。9位はこうしたいさん、ありがとうございます。4位ゆんゆんさん、ありがとうございます。3位てんてこちゃん、ありがとうございます。2位あいなちゃん、ありがとうございます。1位たかさん、ありがとうございます。しょうさん、ファイト、ありがとうございます。じゅんちゃん、ファイト、ありがとうございます。ぐっちさん、お疲れ、ありがとうございます。ケロックニさん、イエイ、ありがとうございます。ゆうくん、ファイト、ありがとうございます。明日はまた配信時間が決まり次第お知らせいたします。ヤスプッチンさん、ファイト、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。